中国海軍の空母福建が電磁式カタパルトの海洋試験を開始する中、004型最新空母が原子力推進をするとの情報を入手した。今回は福建の性能について詳しく見ていきましょう。空母専用ステルス戦闘機もすでに完成しつつあって、今後中国の脅威は拡大する気配だ。日本も空母建造開始かな。問題は福建の電磁式カタパルトが機能するのか鍵を握っているよね。2024年3月5日から北京で開催された全国人民代表大会全人代において、習近平国家主席は7日、全人代の軍代表団の会議に出席して、宇宙、サイバー分野を重視し、先端技術を用いた新興分野の戦略能力向上を訴えたほか、海上軍事闘争の準備と海洋権益保護、海洋経済の発展を統一的に進めるよう指示したことを中国国営中央テレビが報じたが、後者は完全に身勝手な戦争につながりかねない構想である。習近平国家主席の発言を受けて、全人代にも出席していた軍の代表を務めるエンハナサトシ、ユエンファジー海軍政治委員が香港メディアの取材に対して、4隻目の空母の自国建造が進められていることを認めたが、中国軍の高官が、そのことを明言したのは、本件が初めてのことだった。袁政治委員は、中国の空母建造技術に、ボトルネックとなる障害は何もないと強調したほか、4隻目の空母の動力が通常動力ではなく原子力ではないかという記者の質問に対して、これが、原子力推進の空母となるかどうかは、間もなく、正式に発表があるだろうと、あやふやにして、中国が空母を建造するのは、国家主権と領土の一体性を守ることが目的であり、アメリカと競い戦うための軍備ではないと主張したが、真相は疑い深いものがある。すでに収益して配備されている遼寧と山東に続き、現在試験中の福建の空母の動力はいずれも通常動力だが、4隻目の空母が原子力推進ではないかという噂があり、仮にそうなると、中国海軍空母の航続距離が大幅に伸びることになってしまい、長期間、作戦が可能になるため、南シナ海や台湾海峡での妨害活動も増えるだろう。一方で、中国は空母に搭載する原子炉技術を確立できていないのではないかという疑念もあって、その背景として、3隻目の福建も完成直前まで原子力推進ではないか?との噂が出回っていたのだが、実際に出来上がったら通常動力だったのだ。香港の英字新聞サウスチャイナモーニングポストでは、2019年11月28日付で、国産4隻目の空母の建造が技術、資金面で保留されていると報じた際に、この空母は、003型福建の2番艦であり、福建と同様に電磁カタパルトが採用されると、すでに記していた。中国は、建国当初から、陸軍国として、陸上兵力の拡充に努めてきたため、海軍の戦力は非常に低く、1990年代まで小型の給仕機関による沿岸警備隊のような存在だけだった。しかし、1996年に起こった第三次台湾海峡危機において、中国人民解放軍第二砲兵部隊の弾道ミサイルで台湾とアメリカを牽制したが、これに対し、米海軍は、インディペンデンスやニミッツなどの空母打撃群を台湾海峡に派遣し、中国はその戦力に圧倒されて屈服する形となってしまい、アメリカとの海軍力の大きな差を見せつけられた。この台湾海峡危機を当時の主席であった江沢民は契機として捉え、米海軍に対抗するために海軍の近代化と攻撃型空母を保有することの重要性を改めて見直し、そこから中国は海軍の戦力増強重視へ方向転換を余儀なくされることになった。それまで沿岸防御重視という体制から、日本の九州から南西諸島を経て、フィリピンから南シナ海を含む中国の身勝手で作られた。第一列島線までの制海権を確保する近海防御へ戦略を転換し、新たな軍事戦略、接近阻止、領域拒否 A2AD が策定され、それを達成させるために、空母の保有を目指した。
実際に空母建造技術を全く持っていなかった中国は、旧ソ連時代に建造が開始されていたが、ソ連崩壊によってウクライナにおいて完成に近い状態で半ばスクラップ化していたワリヤーグを安価で購入して、2002年には大連に開港し、その船体構造などを調査した上で001型空母として建造を再開したわけだが、おそらくそこにはロシアの技術者が支援していたと思われる。日本の防衛省など西側諸国において、中国は空母保有のための技術研究開発を進めていると見ていたが、まさかワリヤーグを完成させるとは考えておらず、中国が2011年7月に空母建造中との公式発表を受けて、ワリヤーグが中国の空母として生まれ変わることを初めて知った。2012年にはウクライナから譲り受けて半分を国産とする中国初の空母が事実上就役し、遼寧と名付けられたことが発表され、この時点でも西側及びロシアの軍事専門家の間では、中国海軍が空母として運用されるようになるまでにおそらくまだ数年かかると語り、即脅威とはならないと考えていた。ところが2012年10月12日に、中国は J-15 戦闘機によるタッチ&ゴーなどの発着艦訓練を実施中であることを発表し、その翌月には艦上発着艦訓練を実施している様子の映像が公開されるなどして、西側の考えた想定よりも早く空母運用が開始されるとの見方が徐々に広がりつつあった。そして2016年12月に、空母遼寧を含む艦隊が渤海で初の実弾演習を実施したことを中国メディアが伝え、日本の防衛省からは遼寧艦隊が東シナ海を投進しているのを確認したと公表され、空母遼寧の他に 052D 型駆逐艦1隻、 052C 型駆逐艦2隻、 054A 型ミサイルフリゲート2隻、 056 型コルベット1隻、903型補給艦1隻で編成された8隻による艦隊行動が初めて確認され、中国海軍が南西諸島を越えて西太平洋において外洋航海を行った最初の事例となった。その間にも中国は着実に空母建造技術を高め、2016年1月には大連船舶重工集団において初の純国産となる002型空母の建造が開始されていることを公表した。この002型空母は001型である遼寧をベースとして設計された改良型であり、遼寧と同じくスキージャンプ式が採用され、通常動力を搭載した排水量7万トンの大型空母であることが明らかにされており、もちろん中国国産の艦載機を搭載することもできる。そして2017年2月には002型空母が3トンと命名され、4月に進水した後、2019年12月17日に南海艦隊所属の空母として就役して、2隻目の正規の国産空母となったのだ。遼寧と3トンの両隻は発艦にスキージャンプ台を使用し、着艦する際には艦尾の飛行甲板上のワイヤーにアレスティングギアを引っ掛けて制動するストバー、ショート、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー、短距離発艦高速着艦方式の空母であった。それに対して次の003型空母がアメリカの原子力空母と同様の電磁式カタパルトを用いたカトバー、カタパルト、アシスティッド、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー、カタパルト発艦高速着艦方式であることが建造中の003型空母を撮影した衛星写真から2019年に発覚し、2022年6月に進水して復権と名付けられた。このように中国は着実に空母建造の技術を短期間で吸収してきていることや、原子力推進においてはすでに094型や096型巨大ステルス原子力潜水艦を建造していることから、おそらく空母に搭載する原子炉の製造技術にも問題がないとされている。中国では台湾海峡や東南シナ海で緊張が高まる中、習近平政権は2024年の国防予算について前年比 7.2% 増とすることを全人代で提示するなど、近年の中国経済が
厳しい状況に置かれていながらも軍拡を進める姿勢を鮮明にしている。しかし、原子力空母を保有した場合に降ってくる膨大な維持費を確保し続けることができるのかに関しては疑問視する声が多く挙げられていて、004型空母が原子力空母となるかどうかは、現時点でも闇のベールに包まれたままである。